よし。サンプルモデル。なんかいっぱいサンプルがあるな。あなたのモデル、新規作成。男性。めっちゃなんかサイコパスチックなやつ作ってやる。もうなんかデフォルトの顔がもうすでにいっちゃってるな。これは何人かやってる顔ですね。どうしようかな。こういうのね、結構苦手なんすよね。髪型。これ何？こうやって？こんな感じで？シュッ。こんな感じかな？こういうのどんどん。選択。なんだこれ。これは何？もう、こんなんなのか。これでちょっと調節とかができるような感じですね。こんな感じで。ちょっと前髪を。なんだこいつは。ちょっとこんな感じでね、前髪を浮かす感じにしてね。ちょっと最近の流行りですね。この見た感じが。で、色とかも変えていきますか。ちょっとね、目立つキャラっていうのはね、こんな色してるんですよ。ピンク。で、こんな、あ、こっちの裏側が影か。裏はまあ、ちょっと暗い感じの紫でいきましょう。キュイッと。んで、あ、服装がな、なんか制服だとあれですね。衣装編集、これか。どんな格好してんだこいつ。普通の黒い格好してるな。まあ下はいいか。下はあんま映んないし。上をね、変えますか。長袖ワンピースこれ女性もんだな。 T シャツ、あー、なるほどね。パーカー、あー、パーカーいいね。結構このピンクの頭に白いパーカーが映えるな。このなんか首のネクタイはちょっといらないな。アクセサリーか。あー、これいらないですね。はい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 、なかなかいい感じで。顔編集。まあもうちょっとあれかな。眉毛、眉毛ちょっと上げた方がいい気がするな。眉毛。眉毛上げる。ああ、いいね。サイコパスっぽいね。口とかもね、ちょっと隠してるけど、笑っていきますよみたいな感じで。はい、どうでしょうこれで。はい。でね、ちょっと髪の毛をちょっと増やしたんだけど、ちょっと途中でめんどくなって中途半端にはなっちゃったんだけどできたわはい。でね、そうだな、最近ちょっとスマホゲームやってるので、その攻略動画を上げるときにこのアバター使って実況していこうと思います。はい。じゃあそんなでね、このもうしょうもない動画に付き合ってくれてありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。